ののし。胸が大きい人の苦労。俺たちはこの異世界で悩める人たちの依頼を解決するカレコレ屋を運営している。今日の依頼人は。私は胸が大きいんですが、そのことで苦労も多いです。でもみんなその苦労を分かってないので、苦労があるということを理解してほしいです。聞いていただけないでしょうか。なんか怒ってね。この手紙がカレコレ屋の前にあったんだ。依頼なの？そう、名無しだった。直接依頼するのが恥ずかしかったのかも。てかよく漢字読めたな、シディ。全部ひらがなだったからな。何、差出人爆乳小学生？依頼かもしれないし、続き読もうよ。だとしても俺アドバイスとかできねえよ。素直な意見だけ言ってくれればいいから。じゃあおっぱいを見たいです。やっぱりな。服選びが大変。最初はまず似合う服が少なくて大変ですらしいぞ。結構服には気を使うかも。ダボっとしたのは太って見えるし、タイトなのも強調されちゃうし。ヒサメはタイトめな T シャツの上に緩めのジャケットだな。二人はどんな服着ればいいと思う？何を着ても自由なんじゃないか。そうだ、何を着たっていいんだ。それで本人が害を被るような社会は間違ってる。影にしては珍しくまとも。だから中学で包帯と鎖巻いてた俺を嘲笑ったあいつらは間違ってるんだ。誰にでもあることさ、涙拭けよ。肩が凝る。次は肩が凝って大変ですだそうだ。単純に重いっていうのはあるよね。F カップで片胸 800g くらいあるっていうから。あー、それしんどそう。自然と猫背にもなるしね。運動するときも重そうだな。重いってか痛いよ。楽しい楽しい運動ができないなんてかわいそうだ。どうだ、俺が常に後ろから支えてあげよう。やめて捕まる。汗が溜まる。次は汗が胸に溜まって夏場は痒くなりますだって。確かに夏は汗たまるね。汗もになっちゃう時もあるらしいし。らしい。私はほら温度調節できるから。出たな、ひさがみね。せめて雪女って言って。可愛い下着が少ない。それから胸が大きいと可愛い下着が少ないですだって。ダサい下着しかないからね。その感覚俺には分からん。来た。何が？俺たちで胸が大きい人用のイケてる下着作ればいいんだよ。需要もあるし、巨乳のお姉さんとも知り合いになれるかも。あんたに下着なんてデザインできんの？任せろ。どこにヒーロー剣山させてんだ。変身なりきりブラか。かっこいい。男子の目。最後は男の人に変な目で見られてムカつきますだって。やっぱなんか怒ってね。二人はどう見てるの？よくわからんな。どうして胸が大きいと変な目で見られるんだ？胸が大きいといろいろイメージがつきがちだからじゃない？エロいとか軽い女とかバカとか。全部迷信だけどな。わからんな。この世界にはもっと変わった姿の奴らがたくさんいるのに。俺はぶっちゃけ興味あるよ。視線がいっちゃう時もあるし。でもそういう悩みもあるのか。相手に不快な思いさせないように気をつけないとな。そしてにしてもこの手紙の差出人誰だったんだ？ギク、それは誰でもいいんじゃ。この匂い、ヒサ。もうこの話は終わりでいいんじゃね？な、ヒサ。最近猫背がちだったから直そうっ